宝飾関係者にとって石留不良はお客様や取引先の信頼を失う致命的な問題です。しかしこれまで石動きの検品には検品係による手作業と熟練の経験が必要でした。そこで鈴宝では誰でも簡単に石動きの検品作業が行える石留不良発見機ハイチェッカーを開発いたしました。鈴宝の石留不良発見機ハイチェッカーは検査対象にさまざまな振動を与えることで石揺れを目で確認できる画期的な検品機です。使い方は簡単。検品したい宝飾品をホルダーに載せるだけで OK です。海外工場や海外製品の輸出入における品質管理をはじめ、壁商品やメレダイヤがたくさんついた商品に威力を発揮します。またサイズ直し後の止め・緩みのチェックにも最適です。さらに外注先と検査基準を統一することができ、トラブル防止に役立ちます。ハイチェッカーには高精度に石揺れを検査できる高性能タイプのハイチェッカーデラックスと、音とランプで緩みを知らせ持ち運びに便利なハイチェッカースタンダードの2種類があります。それでは業界でも評判のハイチェッカーによる石動き検品法をご紹介します。ホルダーをシャフトにセットします。宝飾検品用の手袋をしてください。リングをホルダーに差し込み、ルーペを覗き込みます。スイッチを入れ、ノブを回してホルダーに伝わる振動のスピードや強さを変えてください。もし石が緩んでいれば、石が動いているのが確認できます。石揺れが確認しにくいときは、ホルダーのアングルや向きを変えてみてください。ブローチやネックレスの検品には付属のアクセサリー用のホルダーを使用します。検品方法はリングの場合と同じです。ホルダーをシャフトにセットします。宝飾検品用の手袋をします。リングをホルダーに差し込みます。スイッチを入れ、ノブを回してホルダーに伝わる振動の強さを変えてください。もし石が緩んでいれば、石の揺れる音をセンサーが感知し、ランプが点滅します。もちろん目で確認することもできます。石揺れが確認しにくいときは、ホルダーのアングルや向きを変えてみてください。ブローチやネックレスの検品には付属のアクセサリー用のホルダーを使用します。ハイチェッカーは電磁波に反応しますので、超音波機器やエレベーター、自動ドア、携帯電話などのそばで作業しないようにしてください。PL 法の施行以来、製品の品質管理には厳しい目が光っています。PL 法に適合したハイチェッカーなら、石留不良によるトラブルの心配がありません。ハイチェッカーは今や宝飾品の製造工場から卸業者、小売店、輸出入業者までジュエリー業界の必需品です。また宝飾関連企業の社員教育や宝飾専門学校の学校教育にも欠かせない検品ツールになっています。石留不良を解決する鈴宝のハイチェッカーはジュエリーに信頼の輝きを与え、お客様に喜びの笑顔をもたらします。